はい、嬉野流対策をご紹介します。初手6八銀に3四歩以下、駒組みを進めていきまして、6六銀に9四銀で、9六歩とついてきたら飛車先を交換して、2六歩なら銀を上がり合って4二銀から3三銀で、以下駒組みを進めまして、4六銀と出てくる手に、7四歩で、6六銀と引いてくる手に、7三桂と跳ねて、3五ついてきたら8六歩ですね。で、3四歩取り込んできたら、同銀か8七歩成ですね。前回8七歩成を紹介したんですけれども、同銀の方が評価が高そうなので見てみます。同銀に歩を打ってくるのは8七歩成いいですね。で、同金8七歩成に同金に7六銀ですね。で、同歩も同金も飛車が成れるので大優勢ですね。で、放っておくのも金が取られるので、あとは歩成りに逃げるのは8八とで、銀を取ってくる手に9九と、で銀が出てくる手は6四角か、9六銀ですね。で、大優勢になります。金を引いてくるのは8八歩があるので、これも大優勢になります。8六歩と手を戻してくるのは同銀で、3五歩なら2五銀と捨てて、同飛車に、8七銀同金は同飛車成ですね。金を避けるのは8八銀となってすいません、銀とか打ってくる
ては2四歩で大丈夫ですね。で3四歩に9九成銀と行って、銀が出てくる。では8九飛車成で調整ですね。まあ、8五歩は2四香と。で、優勢になります。8八と受けてくるのは8七歩と打って、3五歩は2五銀で同飛車なら歩を成って、同金に9七銀ですね。で同金なら飛車を成って、受けてくるでは9九竜で調整になります。まあ玉を寄ってくるのは8八歩成で、同玉は7七銀ですね。で同玉に飛車が成れるので、調整になります。あとは同金に8七銀成で同金に同飛車成で歩を打ってくる手に8二竜で、3五歩は2五銀と捨てて、同飛車なら8七歩ですね。これで調整になります。歩を打って、同歩に同銀で、ここで歩を打ってくるのは金を取って同玉銀を同銀か同銀成か両方ありますね。まあソフト読ませる時間でも、変動はあるんですけれども、まあ同銀
ですかね。同銀で、8六歩もありますね。まあ7八銀成と取って、やっぱり同玉に、4四歩。で、歩を打ってくるのは4三銀。いいですね。で、銀とか打ってくる。手は5二金。ちょっと長くなりそうなので、今回は、この辺にしておきます。また続きか、別の変化ご紹介しますので、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。では。